にしてくれって言われたんだけど。招待状？うん、最近任務で里出てて今帰ってきたところだから。あー、じゃあ見てないよね。パーティーがあるんだって。神月さんって前に話してた。パーティー？うわっ、ちょっと私も誘われてたんだけど、明日はちょっと用事があって。明日なの？神月さんちの飛行機が迎えに行くから時間は気にしないで平気みたいだよ。自家用機？あー、でも私普通のワンピースしか持ってない。それに神月さんって。いいっていいって、そんなの私もいつも気にしてないよ。じゃあ行くって伝えとくね。春日野さん、さくら？ああ、私神月さんって直接会ったことないんだけど。パーティーに呼ばれてきたんだってば。お前みたいなやつがか？そんな風には全然見えねえよ。私みたいなやつってどういうことよ。私の客人に無礼は許さないと何度言ったらわかりますの？神月かりんです。お会いできて光栄ですわ。さくらさんからお噂はかねがね。いぶきです。私も神月さんの話は。はっ、お近づきの印に一斉いかが。嘘でしょ。これで、合格ですわ。さすが忍びの里から推薦されているだけのことはあります。神月家は外部の忍びを入れぬ習いですが、さくらさんのご友人でもありますし、私のそば近くに勤めることを特別に認めましょう。パーティーじゃなかったの？もちろん、この後のパーティーにもご参加いただきますわ、私の側近として。でも。ご安心を。契約内容についてはすでに忍びの里へ確認済みですわ。あとはあなたがサインするだけ。なんで？俺と同じ雇われか？違うし。そういえば、さくらさんからお聞きしたところでは、かっこいい人を探していらっしゃるとか。我が神月のパーティーには格好の良い方が目白押しですわよ。楽しみにしてらして。本当に？あれからいろいろあったな。たくさんの人に会って、たまには喧嘩もしたりして。なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか？何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。他にもいろいろあったけど、でも終わり良ければ全てよし。やっと帰ってこられたんだもんね。あ、サライ？うん、そろそろ着くよ。たっ